熊谷市立図書館は埼玉県熊谷市が設置運営する公共図書館の総称である。市内に3つの図書館と一つの文館を設置している。桜号と名付けられた車両を用いて移動図書館を行っている。旧熊谷市立図書館の移動図書館者がそのまま継承されたもので拠点も熊谷図書館となっている。熊谷市内各省学校を中心としたステーションを 巡回する。熊谷文化創造館予約受取所が熊谷文化創造館に設置してある。各図書館で予約した資料の受取場所に指定されており、総合事務所入り口にある警備員室に業務を委託している。桜名との開館日は13時から21時、閉館日は13時から17時まで。年末年始は利用不可。籠原駅前ブックポストが 熊谷市役所籠原駅連絡所前に設置してある。毎日24時間返却可能。週4日、熊谷図書館が改修、返却受付処理を行っている。目沼、大里、港南図書館にて貸し出された市聴覚資料は返却できない。熊谷文化創造館の北側、総合事務室入り口、月のホール搬入口にもブックポストが設置されている。 高南図書館が回収、返却受付処理を行っている。本、雑誌用と視聴覚資料用の2つが設置されている。各図書館にも時間外返却用ブックポストが設置してある。図書館サービスのうち、蔵書資料の貸し出しや予約などには予約者カードが必要となる。このカードを利用して、インターネット上での蔵書検索、予約が可能になっている。 熊谷市内に在住、在勤、在学であれば、以下の協定図書館の利用も可能である。ありがとうございます。